はい、新宿南口院の、竹内です。今から社員にね、ほうれい線の、まあ、そんなに深くないんですけど、ほうれい線のところにヒアルソンズでね、ちょっとね、撮影します。マイクロカニューレといって、こう先の丸い横に穴が開いてる針でやった方が、まあ、血管とかに入りにくいので、それでやるので、まずそれの、でもこれだけだとこう刺しても入らないので、まずそこの入り口の穴をね、開けていきます。じゃあそのね、これの入り口のところだけちょっとごめんなさい。一回いい手を。はい、戻しましょう。まあ、シワのところのちょっと遠くのところ、一箇所だけです。この、マイクロカニューレでより太いのでちょっと穴を開けて、それからこれを入れていきます。でこれだともう基本そんなに痛くはないと思います。で今もう実は先端この辺に来てますね、この辺に来て注入してます。で、まあ、一箇所に大量に入れるのはちょっと血流障害とかの危険なので、ね、少しずつ動かしながら私は注入しています。痛み大丈夫ですか？おお、すごい薄い。少しね、薄くなりましたね。もともとそんな深かった。はい、じゃあちょっと一回反対側行きます。一回いいってやってみてください。前戻しましょう。こっちの方が浅い。ちょっとここだけ痛いです。痛いですか？大丈夫です。一回いいってやってみて。もうちょっと浅い。顔立てた方がいい。そう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 。おお、変わった気がします。そうだね。でもこの辺もちょっと。うん、確かに。オッケー。じゃあもうちょっとずつ入れます。はい、まだ。すごい。あ、いい感じですね。はい、こんな感じです。今終わりました。はい、ご予約をね、希望される方、まずカウンセリングからになりますけど、電話とかメールでお願いします。